今はレギュラー奪われている状態なんで、そういうところでアピールしてもう一回レギュラーを奪い返したいなと思います。ワンチーム、ワンミッション。内容が良くても勝てない試合が続いたりして、あとはやっぱセットプレーっていうところで失点してしまうのはチームとしても苦しい状況が続いてるなっていうのは外から見て思いましたし、まあ、逆にプラスに考えるにはやっぱ流れからは点は取られてないっていうところでは、いい守備からの攻撃とか攻撃からの守備ができてるのかなっていうのは思います。まだ4節しか終わってないですけど、僕がやっぱ外から見て、まあ、今年はやっぱ入り方はすごくいいんですけど、まあ、後半に入ってからやっぱ押し込まれる時間帯が長くなってしまってる試合が多いので、そういうところでいかにやっぱ自分たちのボールになった時に自分たちのリズムでペースでボールを回しながらリスクマネージメントできるかっていうところをもっとやっていければ良くなっていくのかなと思います。で本当にやっとピッチに立ったのは自分としては嬉しかったですし、その中で、まあ、短い時間でしたけど自分の任された仕事をしっかりこなせたのは良かったかなと思います。そうですね、まあ、コンディション的には今上がってきてますし、まだその怪我する前に比べたらまだまだ物足りないところは自分で感じているんで、もっとコンディションを上げる余地はあると思いますけど、やっとここまで自分のコンディションも上がってきたし、チームに合流できて、あとは本当早く試合に出たいなという気持ちは強いです。お米ですね、はい、エスパルスの印象、はい、優しいです。優しい、優しい、おお、それナチュラルキーパー、そうですね、ナチュラルキーパー、どうにかせないで、アメトークの難しいって言われて、あれ、難しいってよく聞かれるんですけど、聞いちゃったか、めっちゃ悩ましい。リーグとは違う一つのタイトルですし、初戦っていうのは大事だと思うんで、そこで勝てればその予選にもチームとしても勢いつくし、それがリーグにもつながってくると思うんで、まあ、出れない選手が出るチャンスになると思うんで、そういうところで一人一人がアピールして、今出てる選手が安泰じゃないんだっていうところを、まあ、ナビスコを通じてでもチームの底上げできればいいかなと。本当ここ最近若い選手がどんどん入ってきて、自分としても上の立場になってきてるんで、そういうところでは、まあ、試合に出た時は、まあ、若い選手をフォローしながらも自分のいいところを出していきたいと思いますし、まあ、若い選手がどんどん試合に出て経験積んでくれればチームとしても本当大きな力になりますし、まあ、誰が出ても同じサッカーができると思うんで、そういうところでは本当ナビスコはやっぱ若い選手にとってもチャンスだと思うし、チームとしての底上げが本当大事になるところで、そのナビスコのチャンスをやっぱ若い選手が掴んでほしいし、僕もやっぱ今はレギュラー奪われている状態なんで、そういうところでアピールしてもう一回レギュラーを奪い返したいなと思います。久しぶりにピッチに立ったのは自分としては良かったことですし、まあ、サポーターの皆さんにもっと勝利っていうのをプレゼントしたいし、20周年という節目の年ではサポーターの皆さんと一緒に分かち合いたいと思うんで、まあ、これから僕はもっともっとコンディションを上げて常にピッチで皆さんの声援を受けてプレーできるように頑張りたいなと思います。ナビスコカップがいよいよ開幕します。普段は出れない若手の選手も出ますし、そういうところでは僕たちは皆さんにもアピールできると思うので、多くの人に足を運んでもらって若い選手、僕らをの声援をもらって第1戦とりあえずホームで勝ちたいと思うので、多くの人に足を運んでもらいたいと思います。応援よろしくお願いします。ワンチーム、ワンミッション。